普通にお前が時間遅れただけやん。いやそれはレイちゃんと来てるけど、ちょお前ちょ外出ろ一回。はいどうもレッドスパイラジュニアです。しばんぞ。今日はアポロ企画でドッキリどうですかっていう、ドッキリどうですかっていうことなので、とりあえずアポロにドッキリを仕掛けようということで、以前アポロのチャンネルの方でドッキリされたレイにちょっと手伝ってもらおうと思います。お願いします。プーズンチャンネルレイくんです。ありがとうございます。はいえー、見せー、ありがとうございます。はい、見せー、ありがとうございます。ということで、まあちょっと今から打ち合わせするんで、はい、しましょう。どうしましょうか。そうですね、とりあえず俺に2回、まあ3回仕掛けられてるんで。あ、そんなやられてんの。はい、まあ、1回まだ多分公開はされてないですけど。あ、今から。はい、まだやと思いますけど。そんなお前ドッキリ引っかかりやすい。いや、ドッキリ引っかかる、あいつがセコいっすね。なんかアイコス潰すのあるよ。まあ、それちょっとやはり。そうそうなんですよ、仕返しをしたいなと思って、ジュニア君に。どんなのがいいかな。そうっすね、やっぱ急にジュニア君来るみたいなのがおもろいと思ってた。俺アポロとは日頃ちょっと結構割と遊ぶんで、だ俺とアポロがコンビ作る、アポロコンビ作るやみたいな感じで、俺がアポロの事務所とかどっか行ってる、まあ俺のスタジオでもいいですけど、そこったら覆面かぶったジュニア君そこバー走ってきて、あそこからバーッと手潰したりしたらおもろいかもしれないです。急にジュニア君来てなんかするっていうのがおもろいかもしれない。別の企画を、あ、いや、またさ、モンク君を読んだみたいに、今回はレイとアポロに来てもらいました、はいはい、みたいな店企画を作って、はいはい、やってる中でジュニア君がめっちゃ大事にしてるレコード割ってもうた、踏んでもうたとかやったらほんまに怒ってもありえるかも。ああ、なるほどね。そう、店企画をし、そうっすね、だからビデオ撮ってんのも普通やし、それと、うん、はい、レッドスパイラジュニアです。しばくぞー。はい、ということで実はアポロドッキリと言いつつ、はい、実はギャグドッキリのレイドッキリします。イエーイ。怖い。今から騙し続けるぜ。レイはアポロをドッキリするつもりで来るけど、全くあいつのアイデアを問題ので全部使わず、普通にアポロが遅刻してきて、でそこで俺がブチギレして、喧嘩して、途中でレイの名前が何回か出てきますので、そこら辺の時のレイの顔をくりください。という感じで、はい、まあ、とりあえず俺らの演技力をハードル上げますね。俺遅刻してきてんのにムスッとせなあかんっていうね。そんなバカいてないですか。綺麗な逆ギレを。そうですね、見てください。もう今日はこれ以外に登場人物マネージャーとかも出てきますから、対策ですね、はい、初めてのそうじゃない対策、はい、どんなのかな、レイ、ちょっとどんな感じだよ。まあ大丈夫じゃん。でもそれはもう全てはジュニア君にかかってる。俺が途中でだからもうほんま笑ったら多分、はい、ねえ、笑ったら終わりっすよね。ほんまに笑ってはいけない。ほんま笑いそうになったらもう扉バーン叩いて出てきますから。そんなやつ来たらもう逆ギレ。呼ばれたっていう感じか。文句は準備できない。ほんまですか。あれパリパリピンです。いや、そう。どうしたらいいですかね。でもなんか水をこぼすんやったら横の方がいいと思うんですね。前座ってたら横の方がありえるっすけど、俺がジュネブに残したのはちょっといつも通りでいくとおかしいっすよ。けど俺やったら、俺に切れるんやったらこっち向きますもんね。カメラこっちからこう撮ってるってことや。浅見さんの方からテレビの真下くらいから。ああです。あ、じゃあジュニア君がこっちの方がいいと。覚えてない。覚えてない。いや、アポロ来たらどうするんですか。もうこれ。でもね、アポロは何時？アポロは一応4時に来る。4時。もうあいつ早く来ることないですよね。じゃあ、ジュニア君がこっち向いてます。で、レイが来るでしょうね。
で、向かってる途中とかで多分俺がジュニア君の靴踏むとかちょっと足蹴っちゃうとか、え、ほんま靴って水かけて大丈夫なんですか？これは全然大丈夫。踏んでるとか。けどジュニアがほんまに踏んだらマジで怒る。いや、そうそうでしょ、だマジで怒る。それは許してください。ほんまに怒るのやめてください、ね、でアポロが見てないところでモンク君が笑ってるのは絵的にはおもろいと思うんです。俺そんな技術ないアポロがハーってなってる後ろでアポロが見てない方向でモンク君が変な顔してたりしたらいやもうめっちゃ嫌や。おもろいと思います。もうジュニア君バーッと俺に水、顔面に水パーってかけるぐらいは全然よくないもんやつ。まあ一応危ない。味噌汁はやめてほしいですね。水とかやったらじゃあ出ちゃって先からみたいな感じ、はいはい、どうしましょう。アポロどこか聞いてみる。そうですね、うん、ちょドキドキしてみる。とりあえず俺らはニューナイトをおすすめする企画に呼ばれたっていうことを忘れずに、はい、じゃあとりあえず靴、車で靴踏んでる程度、靴踏んじゃうのと水こぼすのと水切ってから味噌汁こぼす。俺味噌汁頼む。ジュニアもそうだって。うわあ。あいつやばいっす、ね。いやもうけど遅刻前。まあ本当ねずっとねずっとそうです、ね。やっぱり30分前の集合時間とか教えるんですか。普通に近づくけど、どうしよう、まあ、来るときもあんねんけど、はい、最近またちょっとあれやな、なんかルーズやな、はい、あの一時なツアー中とかはな直ってるんやけど、はい、最近ルーズやな。最近ちょっと飲み物買ってきました。なんか買ってきますか。え、飲み物買ってきます。これもあるよ、コーヒーあるから。これも水もらって。そわそわしすぎやって。ちょっと見せかけられますからね。いや遅ないです。それにもちょっと不機嫌、ちょっとだけ不機嫌になっとかないですか。なんでよ。アポロが遅いこと、最近ちょっとルーズっていうことみたいです。あ、はい、それちょっときっかけでレイ君一回あるんちゃうと。あ、やつ当たりみたいな。はい、そう、それをあるとよりあいつがかばうかかばへんかも面白くなって。やつは大丈夫。若干ね、いやそんなあのメインじゃなくて。なるほどね、はい、あいつまだ電車じゃん。では出ないですか。電話あ、ありえるっす。ありえんの。今電車っすか。もう遅刻や。うわ、かかってきた、やばい、やっぱりもう着くのにって言うと絶対見てるっすよ。肩走ってきてるか、駅からどっちから。6時まで終わるかな。ああ、あるんすか。ケツ、えケツなんか。いや、レコーディングあんねん。レコーディング武器さん来るから。すごい、すごい、あんま遅れた、遅れないっす。やっぱあいつマジ遅いな。もう10分経ってんで。遅いな。LINE は入れてる。 LINE はもうあの記録つかない。寝てるとかある？それはありえますかね。あいつ昨日何してんの？あれ、それやるコント。昨日プリプロ何時からやったんですか？昨日、まあ今ぐらい。あ、じゃあ落ちるってありますよ、ね、けどプリプロ。え、で、まあそっから、え、俺とはモンク君知ってるんですか。はい、言うてる、言うてる。誰、アポロ。一応忘れてます。もしもし。あ、もしもし。どの話。今向かってます。今向かってる。今向かってるっす。あとどれぐらい。多分ね、20分ぐらいはかかると思います。あと20分かかるぐらいかかります。え、どんな感じですか。早起きて、早起きて、早起きて的な感じですか。あ、すみません、ちょっと今動いてる。あ、OK。ごめんなさい。ナイス。はーい。はい。で、あと20分かかる。20分後に行きたいと思います。ニューライトは何時って言ってたの。4時半とかちゃんと。もう4時半ぐらいに行くって言ってる。
あいつマジルーズやな。ジュニア君は対してもそんな感じですね。もうずっとマジっすか。そこはそうっす。普通電話ぐらいするやろ、ね、まあすいません。他で出ますよ。どうします、まあ、どこなの聞いて。もしもしもし、なんでなんでなんで。ジュニア君かけてんで電話。ジュニア君今何回ジュニア君かけ直して、ジュニア君かけ直して、オッケー、とりあえずかけ直して。今何回かけます。何回どういうことなんですかね。タイミングなんですかね。今何回でも怒られるの分かってるからなんですかね。繰り返してないじゃないですか。きっしょいよ。何なんですか。すいません。はい、お前ちゃうよ。なんでお前電話出ないの。いや、ちょっと電車。いや、例の電話出てた。いや、ちょっともう着くな、ね、いや、行けるか。出た方がいいな。いや、お前例の折り返ししろって言われいや、ごめんなさい、すいません。ちょっともう、あと10分ぐらいなの。何が着いてたんで。どうちょくってるやろ。昨日もお前。いや、でも昨日は無理って言ったっす。俺聞いてないやつ。いや、あ、確かに電話しました。え、電話そんなの聞いてんの。いや、そんなことだっけ。いや、電話で言いました。聞いた。え、聞いた。俺は聞いてない。いや、聞いてない言うてる。聞いたら言うし。誰が嘘ついてんの。すいませんちゃうってお前。しかもお前、俺今日夕方からレコーディングもあるって言ってたよ。でも
あれ、YouTube の撮影ですよね。それ、な、あかんの？いや。いや、何があかんの？いや、あかんとかじゃないですけど。YouTube もちゃんとあれや。そう。やってるやん。仕事的な感じじゃないじゃないですか。いや、仕事的じゃないと、そういう問題じゃないよ。いや、こんなお前は誘われた時に言うたやん、別に。それは、そうっすけど。いや、遅れたらそうなんですけど、いや、でも YouTube 結構ワーワンやん。でも、遅れたやつけど、髪型めちゃくちゃ決めてる。いや、これは、撮影的。いや、そんなお前 YouTube の撮影でしょみたいな、めっちゃ決めに来てるやん。で、なんで、そもそもなんでお前例の電話だけ出てん。電車ちょっと乗る前やったんで。じゃあ、そういう問題じゃなくて、なんで例の電話だけ出てる。なんで例の電話だけ出る。いや、なんで例の電話だけ出る。いや、もう尽くしようね。いや、もう尽くしようね。いや、それはちゃうでしょ。いや、ちゃうちゃう。なんで例の電話。いや、俺らはね。いや、でもそのかけれる、その時間はでも関係ないやん。言ったらええやん。アポロが言い返したことじゃないから。いや、普通に、だってレイ君もそうじゃないですか。普通に、何もないのに来てるじゃないですか。ジュニア君。いや、でもちゃんと来てられれば、時間通り。うん。なんやねん、その態度。普通にお前が時間遅れただけやん。いや、それは礼ちゃんと来てるけど、手伝ってるんで、こっちも普通。いや、それは礼はちゃんと来てるやん。俺来てるけど、俺も来れたけど。遅れてないやん、お前。別にその遅れてるって言ってます。いや、遅れてないやん。いや、それを言わんでいいやん。ちょ、お前、外出ろ、いいかい。そうです。ちょっとアポロにイラッとしたもん。ああ、もうその俺のあれ、そうどこで怒ってんねん。いや、もうどこで怒ってんねん。そりゃそうでしょ。なんか
100% 俺が悪い。そうや、そうや、俺が悪い。なんでお前がイライラしてんの。それちゃうでしょ。いや、何決め方おかしいもんだって。だってもうあれしかないっすもん。自分 YouTube やってんのに YouTube じゃないですかっておかしいから。お前もやってるやん、俺手伝ってるやんみたいな。間違いない、間違いない。俺3、4回手伝ってるやん。ジュニア君怒ってるの見たことないんで。けど、あのほんまにイライラしてるのは思ってたっす。イライラしてんなと思って。これイライラしてる感じ出てたよ。出てました。してるなと思って。これもまあ確実に悪いのにどう切れたらええんだよ。いやでも無償でやってるわけじゃないですか。ほぼ確信だったのはレイとか来てるやろ、レイとかレイとかとか言って、モンコ君、モンコ君の名前もあそこはちょけたレイをちょけてた。レイとかって、レイとかレイとかどんどんいやどんどん。マジドキドキしたわ俺が。嘘、いいから。